はい、みなさんこんにちは。こんにちは。たっくんです。たっくん、アロハやね。アロハですね。今日は予算1万円で、はい、たっくんの服を買いに行きます。やったー、やったー、はい、喜び出したですね。そうそうそう、予算が1万円企画です。やったー、たくさん買えるよ。おう、たっくん、たくさん買える。やったやった。今日行くお店は、はい、バースデーっていうお店に行こうと思ってるんですよ。ハッピーバースデー。まあ買い物をして1万円で買ったものを後でお見せするというお着替えをしてくれるんですね。はい、それではみんな行ってきます。行ってきます。タックのために買ってきた1万円以内の服です。合計1万円以内で買った服。タックのこのお牛様。タックン、タックン似合っとるね。これはそんなに高くなかったの？うん、1500円とか。たっくん、 それ以外はちょっとあんま気に入るのがなかったんで。あ、そうなの。これとお帽子をね。で、ほんならちょっとしか買わなかったよね。そうそう、結局。そうそう、やっぱな、もうちょっとじっくり探そうと思って。なるほど。たっくん似合ってるよ。たっくん似合ってるよ。カチャ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 。もう、もう、まあ、かわいいね。うん、似合ってる。そう、牛さんの欲しかったよね、一個。たっくん、たっくん、たっくん、喜んでます。喜んだ。ちょっと帽子かぶらせてみてや。だから、たっくんが帽子かぶったらこんな感じになりました。なんかほんまに赤ちゃんって感じやね。たっくん、眉毛だけつながってるけどね。たっくん似合ってるよ。たっくん似合っとるって、赤ちゃん。いいや、似合ってるよ。たっくん似合ってるよ。たっくん似合ってるよ。ちゃんと UV カットやけ。というわけで皆さん、結局3000円ぐらいしか使わんかったんかな。使わんかった。はい、1万円企画ですけど、買ったのはこの2着のみでした。もう、牛さん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 、